天馬屋事件は、海援大使、陸援大使らが、京都油の工事の旗後、天馬屋を襲撃して、奇州藩士、三浦九太郎を襲い、新選組と戦った事件である。陸津宗光は、当時有力な砂漠論者であった奇州藩士、三浦九太郎が、大垣藩士伊田五蔵らと共謀して、京都にて、不穏な動きをしていること、また坂本龍馬、中岡慎太郎の暗殺の黒幕が、 色マル沈没事件の際に多額の弁償金を龍馬に支払わされた恨みを持つ奇襲犯であるとの話を聞き、奇襲犯行用人であった三浦九太郎を撃つことを海援大使、陸援大使らと計画する。危険を感じた奇襲犯は合図犯を通して新選組に三浦の警護を依頼した。天満屋で三浦九太郎の護衛に新選組の斎藤をはじめ、 大石桑次郎ら7名がついた。慶応3年12月7日、十津川郷氏中井正五郎や、沢村総野城、陸宗光、岩村誠一郎、大江拓倉海援隊、陸園大使総勢16名が、三浦九太郎、新選組大使らが、天馬屋2階にて主演を行っていたところを襲った。出会い頭に、中井正五郎が、三浦氏は、そのもとかというなり切りつけ、 三浦九太郎はほう、おとがいを負傷する。その後、両者は入り乱れるが、灯火を消し、暗闇での戦闘となる。斎藤は後から切りかかられ、命を落としそうになったが、梅と勝之進が斎藤を守った。変を聞きつけた新戦組、奇襲藩が援助に向かったものの、着いた頃には、むつらは素早くその場を引き上げていた。この事件で、襲撃側は、 中井翔五郎が死亡、2、3名が負傷した。一方の新選組は、宮川新吉と、船津鎌太郎が死亡、重傷1名、負傷者3名を出し、奇襲藩では三浦が傷を負い、三宅誠一、関神之助も軽傷を負った。また、帯藩氏で小倉諸平の兄である、長倉忍が事件現場に居合わせていた。 京都市下京区油の工事正面の跡地には石碑が建てられている。ありがとうございます。